はい、えっちゃんねるのえっちゃんです。今日の話題はですね、最近ですね、ちょっとヤフーオークションでですね、商品をね、買ってたんですけど、その内容の中にですね、匿名配送というものがありまして、これってなんだろうなと思って調べてみたんですよ。はい、ということでですね、この動画はですね、普段、自分がですね、謎に思うことだったりとか、あとは様々な雑学だったりとか、そういったものをですね、放送しております。またキャンプ動画だったりとか、そういったものもいろいろやっています。商品紹介ですね、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本題の方に行きたいと思います。この匿名配送、これね、実際にですね、自分が調べてみたんですけど、まあメリットデメリットそれぞれありまして、まずね、匿名配送ってどういったものなのかっていうところですよね。まあヤフオクでもそうなんですけど、メルカリとかでも、やってるみたいなんですが、その出品者だったりとか、あと落札者の、住所だったり名前などをですね、個人情報を開示しないで配送できるという、匿名の配送という方法があるみたいです。このね、ヤフオクの匿名配送、自分はね、先ほど言ったように使わなかったんですけど、これですね、ちょっといろいろメリットデメリットがありまして、まずね、メリットからなんですが、まずね、出品者側のメリットになります。落札者にですね、住所を開示しなくても良いという、ちょっとね、そういった最近個人情報とかそういったものいろいろありますからね、その住所自体をちょっと、教えたくないっていう方にとってはすごくメリットではあると思います。で、2番目にですね、匿名希望のユーザーに落札されやすいということですね。で、2番目は送り先を書く手間が省ける。で、4番目に送り先の書き間違いがないというところですね。確かにね、その相手方もね、落札する人もその住所を知りたくないって人もいるみたいなんですけど、僕はね、どっちかというと知りたい方なんですよね。逆に住所がないのにどうやって連絡するのかなって個人的に思っちゃうんですよ。なんとなくね、そこら辺はちょっとメリットを感じないかなと思うんですけど、これに対しては、違う視点から見るとメリットのようですね。一方でデメリットですね、まず情報が少なく不安に感じる落札者もいるというところですね。確かに住所がね、ないっていうのは本当大丈夫なのかなと思っちゃいますよね。あとは配送伝票を印字するために郵便局またはコンビニの手続きが必要というところで、ある程度そのね、手続きは大変だというところですね。あとはですね、商品の取り間違いが多いみたいです。匿名とかね、ですからね、取り間違いが確かにありそうですよね。で、配送トラブルがあった際にはですね、住所を提示してもらう必要性があるというところで、結局ね、匿名じゃねえじゃねえかってなっちゃいますけどそういうね、そういう、デメリットはありますね。一方ね、これは、出品者側のメリットの方とデメリットなんですけど、落札者側もう全然落札さが言えないわ俺。落札側にしようか。じゃあで、落札側のメリットデメリットですね。まずメリットはね、出品者にプライバシー情報を開示しなくても良いというところと、で、あとは全国一律料金で送料が安いというところですね。確かにね、落札側の方はね、情報を開示しないっていうのは安心になるのかな。自分はね、開示してほしいけどあとは全国一律料金が安いっていうことで、なぜこれがね、安いのかっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけどね。あとは多分手間が省けるんだと思います。これ自体がなんか QR コードで、ピッとやればそれが全て印字されて、
書く必要性がないというそういったものらしいんですよね。だから手続きがそんなにね時間かからないというところらしいです。一方ですね、デメリットの方はその出品者の住所がわからないので詐欺がトラブルにあったりすることがあるので、それがちょっと困るところみたいですね。これはね確かにもう一番困るよねこれね詐欺トラブルだって相手の住所がわかんないっていうことはね、連絡先どうしたらいいのって一応思うよねそれで。一応ですね取引ナビっていうねところがあって、そこで連絡を取り合うっていうそういうツールがあるんですけど、そこでですね、限られた情報の中で対応しきれないっていう問題があるみたいですね。はい、ということでですね、匿名配送、こちらのメリットデメリット、様々ね、メリットデメリットがあったと思うんですけど、個人的にはですねやっぱりちょっとデメリットの方が多いかなと思うんですよね。やっぱりこれ時代の流れに乗り切れてないのかわからないんですけど、匿名配送で来る時点でちょっとね怖いですよねなんかちょっと想像豊かなかもしれないんですけど、例えばね茶色箱がとね家に届くじゃないですか。で匿名配送になってるわけじゃないですか。でこの間ヤフクで買ったやつかなと思いきや爆弾でしたみたいなそんなこともあるかもしれないじゃないですかあとは連絡取れないっていうのはねちょっと個人的には困るよな。だからちょっとこれはね今後伸びていくのかわからないんですけど、確かにね住所を開示したくないっていうのはありますよね。ヤフオクでもねやっぱ住所、変な人いますからね。例えば自分が出品しましたって言って、なんかいろんなねイチャモンをつけられて、お前だから行くぞお前って、お前住所上がっとんねんぞお前みたいなね、そんな感じのね悪い人が来たりしたりしたらね、確かにトラブルになるよねそういった意味合いでやっぱり匿名配送ってすごくメリットはあるのかなと思いますが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、このような形でですねちょっと匿名配送について、調べてみましたが、特別ね想像通りっていう感じかなじゃあ動画にすんなよって感じだと思いますが、はい、ちょっといろいろ考えてはみたけど、やっぱり匿名配送はダメだな。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。匿名配送、こちらの方はねメリットデメリット、ご自身が選ぶという形ではあるんですが、これは時代の流れなのかもしれないな。いずれはもうね住所自体がなくなっちゃうかもしれないちょっと言い過ぎました。